2005年の J リーグディビジョン1、28節、埼玉スタジオ2002から埼玉ダービー第2戦をお届けいたします。2005年10月22日土曜日、15時5分キックオフです。解説は新藤克義さん、リポーターは、原田塚さんと長友美子さんでお送りいたします。そして今日の中継は音声多重です。副音声では実況解説のないスタジアムの音声をお送りしています。よかったら合わせてお楽しみください。両チームのメンバーがこれからピッチに姿を現そうとしているところです。今日は大宮アルディジャーホームでのゲームです。ファーストマッチは15節7月9日に浦和がホームで行われました。ちなみに会場はやはりこの埼玉スタジアム2002でした。このゲームは1対2でアウェーゲームの大宮が勝っています。ゴールは浦和がトゥーリオ、大宮がトニーニョと桜井のゴールで勝っています。まあ、新藤さん、この日もですね、はい、雨の埼玉スタジアムだったんですよね。いや、それでも白熱した、はい、好ゲームでしたけどね。さあ、両チームの選手がこれから入場してくるところです。埼玉県のマスコットのコバトン、そして大宮アルディージャの、マスコットのアルディがですね、先頭になりまして、両チームのメンバーがこれから登場してくるところです。たくさんのサインが入ったシャツを着ている子どもたちはいいですね。はい、黒のユニフォーム、審判団を先頭に両チームのメンバーが姿を現しました。大宮アルディージャがオレンジのユニフォーム、そして浦和レッズが今日はホワイトのユニフォームです。両チームのメンバーが一列に並びます。今日のゲームはですね、新藤さん、それぞれ違ったモチベーションになると思うんですが、どんなところがそれぞれのポイントになるんでしょうか。両チームともに、はい、まず自分たちを信じて戦い抜かないといけないという状況が、状況的には違うんですけれども、はい、これは共通したものだと思うんですね。ホームの大宮アルディージャ、苦しい戦い続きましたけれども、ダービーをきっかけに勝っていく、そしてどんどんとステップアップしていく、ジャンプアップしていくということ、はい、これが大事なところですよね。レッツの方は、タッチのアクシデントところありましたけれども、はい、ここでまた一丸となって逆転優勝へ目指していくためには、こちらも自分たちの力を信じるしかない、はい、他のチームの状況じゃないんですよね。そうですね。そういった意味では共通したものがあると思います。まあ、田中達也さんの怪我はとても残念だったし、柏レイソルの土屋選手も相当ショックを受けてしまったんですけれども、僕は土屋選手にもプロとして頑張ってほしいと思いますし、そうですね、田中選手がホームページの中でね、はい、その土屋選手を気遣うというコメントを載せているというのはとても大人で立派だなと思いましたね。これはね、プロフェッショナルとしてピッチの上であったこと、はい、それは時間が経った時には次へ向けてどちらもプロとして進まなければいけないわけですよ、はい、それに対してのコメントが田中達也のコメントです、うん、そして土屋選手もそれを乗り越えなきゃいけないです。そうですね、ゲットオーバーですよね、はい、まさに今の、日本のサッカーで大事なこと、はい、個人個人がそういうプロフェッショナルとしての精神も身につけていくという、ところに置かれていると思います。はい、今日のレフリーを紹介しています。主審は奥谷昭雄さんです。アシスタントレフリーは柴田正俊さんと伊藤智也さん、フォースオフィシャルは野口達夫さんです。審判も気合入るでしょうね。今日はね、非常に大事なゲームです、はい、それからこの雰囲気がね、レフェリーにとっても重要なゲームって分かってますし、はい、ホイッスルの一つ一つ我々も楽しみたいですよ。そうですね、右にエンドが大宮アルディジャオレンジのユニフォームです。現在16位28ポイント8勝4引き分け15敗、目下6連敗中です。左にエンドが浦和レッズです。今日は白いユニフォーム、ここまで4位、画面はポンテ選手です。レバークーゼンからやってきました。大宮アルディージャのキックオフでゲームが始まります。ファーストハーフが始まりました。桜井は一旦下げて最終ラインに預けました。さてどうするでしょうか。まず右サイドに行きます。今日は斉藤が右のサイドバックに入っています。ここで縦にロングパスをやりました。大宮の入り方、新藤さん、どんな印象を持たれましたか。悪くないと思うんですけれども、もっと
レッズの最終ラインを下げさせるようなボールから入ってもよかったかなという気はしますよね、はい、そうですね、レッズも今がここ最終ラインになります。ロングパスを取りました、マイリッチと長井という高さのある選手がいます。レッズの方は相手を下げさせるためのボールを今入れていきましたからね、はい、そうですね、その違いが大きく出なければいいんですけども、そうですね、結局キックオフ直後というのは非常に重要でして、はい、キックオフから自分たちのボールをまずどこへ、送り出していくかでその日の、選手のコンディションや精神的な状態が見えるんですよね、うん、そうですね、うん、はい、富田ここも中盤を省略します。坪井がカットしました。長井からマリッチへ、鈴木ちょっと窮屈なボールになりました。これはまだフィールドの中です。富田、平岡から斉藤へ、もう一回平岡から、スキューバセンターは奥の平岡というコンビネーションです。トニーニョがボランチの位置に上がりました。富田を使います。ピッチの状態はいいですし、いいですね、少し濡れてますからボールは走りそうですね、走りそうですね、スルーパスを狙います。すごい、少しボールを回すときに、大宮の方が窮屈そうだなというのは感じるんですね、はい、前線で桜井もどんどんと受けようとしているんですけれども、なかなか、ボールが回っていかないようなそんな雰囲気をちょっと立ち上がりの大宮に感じてます。そうですね、藤本ノーワッチで出したパスはカットされてしまいました。長井、鈴木、縦のコースは切られています。インターセプト、ファールです。これは浦和ボールになります。ゼッケン30代桜井直人です。ここまで見てまして両チームいいなと思うのは、はい、ディフェンスライン最終ラインがうまくアップダウン繰り返してます、ですからこういうボールもファールになりましたけどね、早く寄せることもできるし、これは今両チームのいい面ですね。そうですね、後頭部を抑えています。頭と頭がぶつかっているんですね、はい、平岡と接触しました。マリッチ立ち上がっています。さて直接も狙えるという位置からのフリーキックです、はい、これはもう直接でしょう、はい、立ち上がりですしね、そうですね、サントスが思い切り、狙ってほしいと思いますけどね、はい、奥谷さんが位置を確認しています。さて4人で相談していますがどうするでしょう、うん、山田、トゥーリオ、ポンテ、そしてサントスです、はい、こういう時はね、変にいろいろなトリッキーなことをやらないで、直接狙った方がいいケースの、うん、多いですよね。そうですね、裏はディフェンスに2枚だけを残しています。サントスかポンテ、サントスが蹴りそうです。サントス、ゴール、直接フリーキック、素晴らしい、3分50秒です。素晴らしいキックでしたね、パーフェクトなシュートだと思いますよ。そうですね、浦和レッズが先制しました。見事、壁は悪くないですね、壁は悪くないです、壁の、統率も全く悪くないところ、はい、上からきっちりと落としてますよね、素晴らしいキックでした、まあ、あれですね、1試合休んだだけのことはあるなっていうコンディション良さそうです。サントス・アレッサンドロ、サントス選手は実はこれ今シーズンの初ゴールになるんですね、うん、お待たせでしたね。そうですね、今のような全てが吹っ切れたような、シュートというのはね、はい、これは今からのアレックスにとって大事ですよ。そうですね、はい、まあ、大宮のプランを想像するとですね、はい、まあ、ファーストハーフは0対0でよしっていうところだったと思うんですが、できるだけそういう状況を作らないということだったんですけどね、ファールからでしたから、そうでしたね。クロスを入れます。ルーズボール、藤本チェイスしているのはマリッチです。鈴木啓太、長井へ、長い
長いクロス、あスムーズですね、競り勝ってクロスを上げました。サントス両サイドからクロスが入ってきます、はい、キーパーの新谷がここはキャッチしました。それでは大宮のスターティングメンバーとサブスティテューションを紹介しましょう。ゴールキーパーの新谷からです。斉藤、平岡、奥野、富田、トニーニョ、デイビッドソン、ジュン・マーカス、トゥット、藤本、レアンドロ、そして桜井がスターティングメンバーです。こちらがリザーブのメンバーです。ホーム大宮アルディージャを率いるのは三浦俊也監督です。42歳、2回目の大宮アルディージャ、2年目になります。今日のゲームは激しいゲームにもなるでしょうからね、はい、レフェリーの奥谷さんも非常に重要な、そうですね、役割ですよ、はい、マリッチは馬力がありそうですね、うん、マリッチのプレーはドイツでも見てますけどね、はい、うまくはまると本当に相手も止めづらいです、はい、シュート落ちました。サントスのシュート、はい、今日ね、右サイド長い、それから左サイドサントス、はい、スムーズにクロスまで行きました。そして今、ね、シュートもスムーズにいってます、そういったところが立ち上がりからの、レッツの良さですね。そうですね。センターにいます富田です。富田から平岡、ハーフウェイラインを今越えたところです。縦一歩、オフサイドがなければ桜井、桜井1対1、桜井シュート、ゴール、同点。手元の時計で7分10秒、いや大宮あっという間に追いつけましたね。桜井がキックオフ直後から、はい、攻撃面でいい顔出し、それからいい抜け出しをね、やってたんですよ、その動きの良さというのは今もラインから抜けれるところありましたね。はい、トゥットからのパスです、はい、いいパスでした ね、 これね、両アウトサイドが進路さ上がっていく隙をうまくついてますね、はい、そういうことですね。それとこの時にはオフサイドラインを牽制しながら抜け出してるんですけどね、はいはい、そうですね。大宮アルディージャのサポーターが憂鬱だった時間を4分で過ぎました。試合はまたイーブンに戻っています。桜井のゴールは今シーズンの4点目になります。ダービーらしいゲームになってますよ、はい、そうですね、こう抜けて次のパスが出せれば大きなチャンスになります。トゥット、あ、ここはうまくカットしました。それでは浦和のスターティングメンバーを紹介しましょう。浦和レッズ、直接フリーキックです。これは大宮ボールになります。富田に対してのファールでした。レッズのメンバーです。ゴールキーパー続きから坪井、田中、マルクス、トゥーリオ、内館、山田、長谷部、鈴木啓太、サントス、アレッサンドロ、ポンテ、永井、そしてマリッチがスターティングメンバーです。こちらがリザーブのメンバーになります。トゥットは、ね、ゲーム読めますしね、はい、同じくレッツはポンテ、この2人の戦いは面白いですよね。トゥットのフリーキック、トゥットフリーキック、ルーズボールもう一回トゥットです。奥野がコーチングしていました。最終ライン、デイビッド・ジュン・マーカスです。いいパスですね。いいパスですよ。このセカンドボールを大宮狙いでしょうか。キックオフ直後見れなかったんですけどね、はい、そうですね、サントスのクリアボール、ポンテ、ここは藤本プロフェッショナルファールです。そうですね、1対1になった、はい、この状況の変化が大宮の選手たちをリラックスさせましたね、はい、そうですね。これで硬さが取れてると思いますよ、はい、浦和レッズを率いますギド・ブフバルト監督です。2シーズン目になります、すでに、来季も指揮をということが決まっているようです。しかし新藤さん、はい、セットプレーからですね、シュートまでがとても意欲として早いですね。早いですね。おそらく監督としてもね、はい、まあ、両チームともにですけど、ゴール、はい、フィニッシュの場面、そこをスムーズにというのはね、両監督言ってると思います、はい、フラーボールでリスタートします。鈴木啓太です。トゥーリオからセンターに送って坪井です。坪井から内館、
大宮はなんとか2ラインをきれいな形で作ろうとしています。ファールです。これはマリッチの方のファールになりました ね、はい、マリッチの奥野に対するファールです。奥野もインターセプト狙いで前に行ってるんで ね、はい、そうですね。これは今のアルディジャの最終ラインの良さとしてありますよ、はい、マリッチがポストプレーになろうというところを後ろからカットに、はい、そうです。攻撃のきっかけ作りをさせないぞという、はい、これはアルディジャの方の考え方ですからね。そうですね。このリスタートは新谷です。坪井がファーストタッチ。ポンテ、あ、これは狙います。藤本、うん、思い切りがいいですね。そうですね、はいはい。鈴木啓太がこぼしたところを狙ってきました。さあそれでは両チームのリポーターに、試合前などの表情を伝えてもらうことにしましょう。まずはじめに、ホーム大宮アルディジャのリポーター長友美希子さんを呼びます。お願いします。はい、三浦監督の試合前のコメントです。なんといっても浦和のキーマンはポンテ。このポンテにいかにパスを出させないかにかかっていると話していました、はい、そして永井は右サイドを抜くとうまいから、ここもマークしていこう。そしてですね、今は先制点が欲しいと言っていたんですけれども、まあ、取られてしまいましたが、櫻井選手のゴールで追いつきました。その時ね、はい、すごい監督力強くガッツポーズしていたので負けたくないという気持ちが伺いました。なるほどですね、はい、アタッキングではセンターから打つことができるでしょうか。テッドが引っ張ります。そして藤本へ。藤本、富田を使うか、真ん中を使おうとしました。少し時間がかかりましたが、櫻井、いい動きしましたけどね。打てるか、うん、レフリーはここはノーファールです。いや、藤本のね、はい、相手の背後へ飛び出す動き、びっくりしましたけど、はい、こういう動きがあって、レッズのディフェンス崩せると思いますよ。そうですね、藤本力です。27歳、パスも出せるしシュートも打てるという選手です、はい、ジャンピングヘッドを捨てました。ルーズボールはゴールラインをありました。それでは浦和レッズの表情を伝えてもらいましょう。リポーターは原田明日香さんです。お願いします。はい、続きましてブフバルト監督のコメントをお伝えいたします。この試合では勝ち点3をどうしても欲しい。トップスピードで試合に入りたいと思っている。アルディージャは降格争いをしている状況で、可能なことは全てやってくるだろう。今日の試合は内容よりも闘争心が大事になってくると話しています。はい、闘争心というのは新藤さん、なかなか教えられないものですよ ね、 そうですね、はい、うん、どれだけチームの中にそういう意欲があるかというところですね。ウィニングメンタリティという言葉に置き換えてもいいと思うんですけれども、それを身につけていくために日々の、トレーニングと、はい、それから毎試合、勝利の味を覚えさせることをやるわけですからね、それをどちらのチーム、持っているか、これ、今日のゲームでは重要なポイントですね。そうですね、モチベーションとしてはなかなか、ね、難しいデリケートなところだと思うんですけども、はい、こういったこそチームが大きく成長できるか、はい、田中達也選手のこともありますからね。そうですね、オミアルディジャも6連敗中、もうこれ以上負けるわけにはいきません。坪井がボールをキープしてハーフウェイラインを越えたところです。永井がもらいます。永井からのクロス、キーパーがキャッチ。そうです、ジャンプしてポケットキャッチをしました。新谷30歳、94年から97年のシーズンは浦和レッズにいた選手です。もう奥野が頑張って高い位置を保とうとしているのが分かりますね。で、一方のレッツの方は、はい、トゥーリオがそこをコントロールしています。はい、トニーリオ、富田へ、富田大輔、よく見えてますね、はい、僕は今日のゲームを見て日本のサッカーは変わるきっかけになるかもしれないというのを感じているんですね、はいはい、アルディジャの方はもともとリトリート、自陣に早く戻ることを目的としてますけれども、でも最終ラインはペナルティエリアに簡単に入ってはいけないという、はい、そんなことを、しっかりと伝えられていると思うんですよ、うん、ということはずるずる下がってゴール前で防いだらいいというような試合にしたんではやられてしまうという感覚が日本の中で育たないといけないと思っているんですが、今日の両チームそれを持ってますのでね、はい、もうゴール前で防げるという世界はそういう状況はねレベルの低いところではあるんですけれども、やってはいけないんですよ。そうでしょうね、そういう意味でいい兆しが見えます。なるほどね、トニーニョから右サイド斉藤、さらにその縦を突こうとします。
桜井そしてレアンドロというところが今前線に残っていました。トゥーリオから坪井へ15分を経過しました。ファーストハーフです。サントス4分、そして桜井8分、現在1対1です。鈴木からトゥーリオ坪井です。ここは時間をかけます、うん、そうですね、はい、サッカーの醍醐味は、はい、後ろでボールを持って前にフィードした瞬間から始まりますからね。そうですね、それをお互いがどういう形を持っているかです、うん、内立から左サイドです。サントス、サントスアレッサンドロ、サントスマークはレアンドロがついています。センター長谷部、山田、藤本、桜井、桜井、桜井、なんとかスペースを探します。トゥットファーサイドまでこのボールは送れるでしょうか。順中さんです。シュートは鈴木がキャッチ。よくこれ止めましたよ。そうですね、一気に縦を狙おうとしましたがトニーニュにカットされてしまいました。前線には多くの選手が残っています。レッズの選手は中央に集中してしまいました。これを大宮崩せるでしょうか。縦のパスを使いました。もう一回トニーニュをカットしようとしますが今度はトニーニュが後ろを取られます。さて山田、山田、山田キープ。前線は1人しか選手がいません。右サイドやっと長井が上がってきました。遅かったですけどね、はい、長井に対してはツーマーク、いいマークでしたね、うん、いいマークです。富田がボールを取り返しました。デイビッドソン縦に送ります。トゥーリオンとボールを競りました。ファールはありません。鈴木へ、鈴木から山田、富田にかかってルーズボールは処理できます。奥のこれはしかしマークを受けている相手にパスを出してしまいました。ただファールを受けました。鈴木啓太のファールで大宮ボールのリスタートです。マークを受けた相手にボールを出すときというのは意図的なときあるんですけれども、はい、絶対にあのストレートにボールショ、ボール体の正面に入れないことが、はい、パッサーとしての鉄則なんですね。なるほど。ですから右足外して蹴るか左足外して蹴るか、そこが大事なんですよ、はい、なるほど。そうするとねマークしている選手は、そこ行けなくなってきます。なるほど。そうですね。レアンドロです。ブラジル人プレイヤーです。ナショナルからやってきました。コリンチャンスというキャリアもあります。滑ったポンテ、まあ、ボクシングでいうスリップという感じでファールはありません。桜井、トゥット、ファールはどうか。トゥーリオ微妙なプレーでした。右サイドカフリーです。綺麗なクロスが入るでしょうか。斉藤のクロス、センターで2枚、ルーズボール。ジュンマーカス、うん、今日はねここは打つだろうなと思うところスムーズに本当に打ってますね。いや本当そうですね、あのシュートの意欲が感じられた気持ちのいい試合ですね、時間をかけることで、状況が悪い方に行くことはないです今日は、はい、マリッチ、富田がカット、50のボールです。ルーズボールをもう一回浦和レッズが拾いました。ポンテ2人がマーク。ああでも大宮の守り、新藤さん、よく1対2の状況を作ってますね。非常に、コンパクトにしようとも努めてますし、はい、それからボールのある状況では必ずカバーリングも逃してないです、そうですね。桜井に入りました。トニーニョからレアンドロ、レアンドロキープ、トニーニョへ、ポンテ、奥野、坪井、長井、ポンテ、スライディングタックル、ボールに行っています。デビッドソン、今日はまだポンテに仕事させてませんね。そうですね、藤本、トニーニョ、トニーニョ、センスがいい形でスルーパス、オフサイドはありません。ジュンマーカス、遅い旗がまあね、これあの新ルールの適用なんでしょうけれども、ただ今後ろからね、はい、飛び出してくる選手も いなかったので、もう少し早めでもよかったかなと思います。そうですね、はいはい、ボールも走りますからね、まあ、ただ開始して間もなく20分になります、その辺のアジャスティングっていうのはそろそろできてくる頃じゃないでしょうか、はい、鈴木啓太、ポンテ、ハ
半ポンテが今あまり気持ちよくプレーができてないですね。ホットライン、はい、ポンテを絡めたホットラインは全部消されてます、ね、消されてますね、一方の桜井、はい、一方の桜井トゥットのホットラインが生きてるんで、ちょっとここはレッツ気をつけなきゃいけない時間帯かなと思います。ブッフバルト監督の方がタッチラインに近く立っています。富田がスローイン入れます。富田のスローイン、藤本前は向けません。あ、向きました。富田のクロスシュート、わー、クロスバー、セカンドボールはクリアです。サントスのクリア、いいクロス入れましたしね、はい、ニアポスト付近で、そこ競り合うとボールどう転がるか分かりません。そうですね、はい、あ、当ててますよ頭にね。そうですね、はい、三浦監督残念そうでした。桜井直人今日1ゴール、東京ヴェルディから移籍してきました。コーナーキック、セカンドボールダイレクトで狙いました。三浦俊也監督、スカウティングに優れ、相手の良さを消すということにかけては非常に知的な部分を持っている監督です。倉敷さん、はい、三浦監督の今一押しはフォワードのレアンドロ選手なんですね、はい、あ、そうですか。セレッソ大阪から先発したんですけれども、はい、カンフル剤が欲しかったということで先発させたんですが、桜井選手と合うし速いし、また若いから運動量が豊富、アグレッシブと大絶賛なんですよ。サントスセンターに入れます。セカンドボールをうまく処理しなければいけません。アルディジャリポートは長友美久さんです。長谷部組み立て直します。坪井から長井へ、鈴木内立て、どこかでポンテを生かすことをね、考えないといけないですね。そうですね、鈴木縦に入れます。マリッチの頭、セカンドボールを、あ、大丈夫ですか、長谷部大丈夫のようです。長谷部誠です。非常に非凡な才能を持っているミッドフィルダーです。あ、大丈夫でしょうかこちら、ちょっと出すでしょう。そうですね、はい、センターサークル付近です、右のすねですかね、新藤さん、これは、アルディジャのディフェンダーもボールに対してクリアに行ったんですけど ね、はい、そうですね、その足がそのまますねに入ったような気がしますね。ここですね、足の踏まれたんですかね、今のシーンですか。じゃ交錯したんですね。そうですね、鈴木啓太が倒れています。レッツの方はビルドアップが、ね、うまくいってないですよね、はい、この時間を利用して、はい、クフバルト監督が山田とトゥーリを呼んで指示を与えています。ボールの入れどころ、それからポンテをどう生かすかということ、はい、ポンテにボールが入ってないので入ってないですね、組み立てができないんですよね、はい、だポンテのまず一つは、アシストというか、まあ、カバーというか彼を助けてくれということを山田に多分言っていて、はい、であとはビルドアップのことに関してトゥーリを呼んでるんですね。そうですね、それともう一点、はい、マリッチにボールが入った時に、はい、ちょっとサポートの距離が長いんですよ、はい、ですからその辺も早めにマリッチに、寄っていくということも、言ってると思うんですけどね、はい、ゲームは再開されました。新たにロングボールを蹴ります。サントスが競りました。長谷部、マリッチ、狭いところを抜こうとします。テッドと接触しました。テッドと長谷部。倉敷さん、はい、今週はですね、ギドブフワット監督は田中達也選手の怪我があったということで、攻撃のバリエーションを増やすために選手の配置を考えながら様々なシステムを試したそうです。まあ、そのうちの一つが今日これっていう形なんですよ ね、 そうでしょうね、レッツリポーターは原田明日さんです。まあ、田中達也選手は本当にこういろんなことができる選手だっただけに、
攻撃に関しては選手として柔軟性を持った選手だったので、彼がかけたということはね、はい、直接狙いました。当然バリエーションも変えていかなきゃいけないということが生まれますね。ポンテのフリーキックでした。試合は1対1の同点。こういうゲームで今レッツに必要なことは少しの強引さなんですね、はい、相手ゾーンへ入っていくときに強引なドリブル、はい、強引なワンツー、それから強引なスルーパス、これを今のうちに繰り出しておかないと徐々にアルディジョのペースになっていくと思います。そうですね、はい、であまりに得点が早かったのでその強引さを今失ってるんですね。綺麗にいけるというそんな感覚にまだ陥っているので、はい、そこを変えていかないといけないでしょうね。そうですよね、レッツは本当に何かアクセントが必要な感じがします、大宮アルディージャが攻め込んでいるというわけではないんですが、守りに関しての規律を先制されたアルディージャが完全に取り戻しているという状況ですね、はい、さあここは強引にサントス今行ってもいいところでした。レアンドロです。20歳アルディジャの方は1点をすぐに取り返したことが選手たちのナーバスな状態を全て払拭してくれているんで ね、 そうですね、非常にいい状態ですよ、はい、クリアがあんまり良くありませんでした。マリッチに当たったボールがセンターに入ります。平岡のこれは縦へのボールです。カットされました。トニーリョがもう一回拾ってきます。トニーリョがボランチとして非常に効いてますね。効いてます。よく目をつけてるなという、そんな印象で見てますけどね。本当にそうですね、27歳のブラジル人プレイヤーです。ボランチというのは2枚になったり3枚になったりシステム上でありますけどね、はい、いいディフェンシブミッドフィールダーというのは1枚の方がやりやすいんですよ、はい、あ本当それはそうですね、1枚でできることだそうなんです、はい、藤本囲まれています。あしかし富田縦に抜けることができるでしょうか。富田どこを使う。トゥットオフサイドです。非常にデリケートなラインでしたが、はい、オフサイドです。デリケートなラインですけどね、トゥットはオフサイドですけど、はい、今うまくね、30番桜井がね、桜井いましたね、行ってましたからね、はい、近くにいましたね。今のところは遅らせてもよかったんじゃないかなと。そうですね、そんな気がしてますけど、はい、桜井が2列目にいました、はい、長谷部から長井へ、長井クロスヘディングシュート、うん、少し強引に行ったのは、ね、これはね、いい状態を生みますよ、はい、ポンテが、気持ちよく、ま、シュートを打てるようになってくると変わってきます、はい、長井はしかし本当にサイドで行きますね。行きますよ、それから長井がもう少しあと 10m、はい、前にポジションを取ることを恐れずランニングを開始すればね、もっともっと素早い攻撃になります。そうですね、まあ、どうしてもね3バックのサイドアタッカーの場合は、後ろ気にする時があるんですよね。そうですね。さあまた長井のところです。長井今度内に入ってきます。長井あミスキックになってしまいました。トゥッとさらって藤本、窮屈な出し方を桜井にしましたが坪井がカバーしてこのボールをキーパーの都築に送ります。都築から坪井圭介、鈴木啓太、トニーニはここで前を向かせません。こういうところがトニーニのいいところですね、はい、そうなんです。後ろは2枚レアンドロとデイビッドソンに任せて前へ行きました。トニーニョ、またトニーニョです。サントス、ここはうまくお尻を使って止めました。マリッチから左サイド、綺麗なクロスが入るでしょうか。サントス低い、マリッチシュートはサイドネット。サントスが、はい、今日切り返しなしでシュートを打ったり、クロスを入れたりするシーンが数多くありますよね、そうですね、サントスコンディション良さそうですね。何かいいアドバイスも受けたんじゃないですかね。非常にいいです。倉敷さん、はい、そのアレックス選手なんですけれども、はい、裏でボールをもらうことが最近少ないのでサイドでチャンスを作って攻撃したいと話していました。なるほどね、
まあね、ブッド・フバルト監督が考える攻撃のね、田中達也選手がいない時のオプションの一つはこの両サイドということになるんでしょうけどね、はい、トニーニョ、あんまりクリアではありませんが富田、これはクリアです。トゥーリオが弾き返します。前線へ、もう最終ラインは蹴り合っています。奥のツボイ、ポンテ、ポンテいい持ち出しです。ポンテ、マリッチ、マリッチ、シュート打てるでしょうか。シュート、正面でキャッチしました。新たにマリッチのシュートでした。久々にポンテとマリッチを絡めての良、ね、い形を作りましたね、はい、シュートまで行きましたのでね、浦和が2つ3つ連続してアクセントを作っています、はい、後ろからのサポートも申し分なかったですし、そうですね、それから今のシュートシーン、左サイドアレックスも来てましたもんね、はい、ドイツボルスブルクから移籍してきたマリッチです。アタッキングエリアの中、ホイッスルが鳴っていましたね、桜井、うん、でも1対1では強さのある都合にこれだけ挑んでいく、これは大事なことですよ、はい、徳谷さんはホールディングを取ったんだよというふうに説明していました、ただ桜井はあれでいいですね。いいですね、はい、で坪井もうまく体を入れてましたしね。そうですね、倉敷さん、はい、桜井選手なんですけれどもね、元レッズというだけあってダービーはプライドの戦い、勝てば勝ち点6ぐらいの価値があると話しているぐらい燃えていましたよ。なるほどね、うん、もう様子で分かりますよね。そうですね、95から99まで浦和レッズの選手でした桜井直人。まあ、第一戦でも、ね、このダービーマッチから点取ってますから ね、はい、ですね、2試合連続ゴールということですね、ダービーですね。そうです、まあ、フットボール自体が戦い、はい、ということなんですけれども、ダービーはもう特に、ね、はい、そういった選手たちのメンタリティがもそのまま出てくるの で、 そ、 うです、それがファンの楽しみなんですからね。でまたダービーに強い選手というのはファンに訴えるものも大きいですから ね、ですよ、そういう選手にはぜひどんどん出てきてほしいものです。サントスロー入れます。テッドトニーニョ、トニーニョにもうちょっとこの前線にパスを出すセンスが少し、ね、上がってくると面白いですけどね、もう少しミドルパスで柔らかいボールだけではなく、はい、ドリブンパスと言いますけどね、はいはい、頭上をちょっと超えるぐらいの高さのストレートのボールを出すことができればね、これはもっともっと面白くなりますね。そうですね、近江アルディージャは最終ラインから前線に送った、まあ、クリアボールが味方につながらないところで今ちょっと、呼吸が苦しい状態になっています。長い、長い、長い、さあ後ろを取った、長いクロス、いいクロス、マリッチ潰れてポストですがシュートは打てませんでした。トゥーリオが上がっていました。いい上がりでしたね、はい、今アルディージャのディフェンスが非常に窮屈になった時間でした。そうです、倉敷さん、はい、そのトゥーリオ選手なんですけれども最近ゴールを決めていないのでそろそろ決めたいと、J1 でも2桁得点を達成したいんだというふうに話していました。ははなるほどね、ここまで6ゴールの田中マルクス・トゥーリオ選手です。センターバックで6ゴールですか、これはすごい数字ですからね。そうですね、まあ、だいたいシーズンに2本、はい、あるいはよく言って3本、これをやると、かなりフリーキックでも、はい、あるいは攻撃参加でも、センターバックとして大活躍しているというぐらいの数字だけ言うとそうなんですよね。そうですね、はい、まあ、今日フィールドに立っている選手の中では、まあ、永井選手と並んで6ゴールチーム最多。シュートはカットしました。平岡がカット、永井雄一郎、今日は何本もクロスを上げています。コーナーキック、コーナーキックはポンテです。強いですね、後ろを取りました、トゥット、しかしここはカット。先ほどのようなちょっと強引なプレーがレアンドロ、はい、三浦監督が認めているところじゃないですかね。そうですね、縦に2本パスを入れました。弾き返すことに成功した大宮、ただルーズボールはまた浦和レッズ、トラップをうまくできませんでした。
仮面は長谷部誠です。内館秀樹。はい、先ほどレアンドの選手のいいプレーありましたけれども、ありました、ね、もう大宮には 80% フィットしていると話しています。そして三浦監督にレアンドの選手どんな生かし方をしましょうかと聞くと、自由な発想でプレーしてほしいというふうに話しているんです。なるほどね。先ほどのような、はい、自ら持っていくようなシーン、そういうところは、ね、どんどんと自由にやってほしいというところでしょうね。そうですね、彼アタッカー登録なんですけど、新藤さん今日の彼の役割はどういうふうにご覧になりますか？中盤で、ね、はい、顔出しもしながら、前に行くときに強引なドリブルも行きますし、それからはたいた後、前に上がるスピードというのはあるんですよ、そんなところから、自陣でいい守備をした後、全体としてね、その後一気に攻撃に移る時のきっかけ作りになるんじゃないですかね。そうですね、前線に運ぶっていう仕事をしてますよね、アルディージャボールを取り返しました。桜井、藤本、永井がマーク。ここで主審はホイッスルを吹きました。永井非常にタイトなマーク、藤本は熱くなってはいけません。でもここはね、アドバンテージも見てますからね。そうですね、はい、全然問題ないと思いますよ、ただ必要に来るので、それに対してしっかりと見てほしいというね、そうですね、気持ちは分かりますけどね、はい、トゥットも熱い選手なんですが、彼が真っ先に止めに行きましたね、フリーキック、トゥット距離はあります、ね、トゥットフットも0102は浦和にいた選手です。ゴールキックでリスタートします。続き これは大宮ボールです。マリッチは自分の方が先に体を入れていたじゃないか、ね、ということを言ったそうですが、その後追いかぶさってきたというような、そんなイメージなんでしょうね、はいはい、ファールはなくて、最終タッチだけを取りました。富田がスローを入れてリスタートしています。レアンドロ、マリッチ、坪井、下がりながらの窮屈なキックです。マイボールにできるでしょうか。あ、ファールを取りました、これは今度はうまくでしょう、はいはい、ポンテがファールを誘いました。まあ、ポンテに対しては、はい、いつもこれくらいの厳しさでいきたいというのはね、アルディジャサイドでしょうね。そうですね、まだうまく活かしてないですから、これを続けたいと思いますよ、アルディジャは、はい、ポンテのフリーキックからです。ルーズボールを拾ってクロス、前かがみになるようにしてこのボールをクリアしました。サントスのクロス、奥野のクリアです。スロー入れます。マリッチしかもらいに来る選手がいません。シュート、よく触った、キーパー新たに、ポンテのシュートです。精度は高いですよ。ハーフボレーで打ってますね、新藤さん、これを大宮はやらせちゃいけないんですよね、今のは寄せが遅れましたね、ポンテには、15、6メーターから20メーター、はい、この辺のシュート力というのは、ね、あります。コーナーキックからスローインを長谷部が入れます。うまいですね、ボールの受け方が。ここはマークがついていました、繋がりませんでしたけどね、レアンドロ、はい、ボールの受け方、ファールです。うまいですよ、はい、最近のサッカーは本当にスローインからのリスタートが即ゴールシュートにというのは意欲を持ってないチームは勝てないですよね。勝てないですよ、富田からトゥット、あ、ファール取りますか。これはファールといってもトゥットのボールですからね。そうですよね、今のは、まあね、トゥットはボールを蹴りに行って、そのボールを蹴っている足が長谷部に当たってしまった、これですよね、まあ、踏んづけてますけどね、ただコースに長谷部が入っていったわけですからね。いいですね。キーパーへのバックパスです。猛然と桜井がアタックをかけています。坪井、ラインはありました。
アシスタントレフェリーがスローインの位置を指示しています。桜井直人張り切っています。レアンドロ、デビッドソン、デイビッドソン、ジュン・マーカスです、はい、トニーニョが非常にディフェンス面で、はい、もう目が利く選手なんですけどね、このマーカスという選手も日ごく加減決してねよくやってますよ。おっしゃる通りですね、はい、クロスシュートは触れないがゴールにも行きません、はい、今のはゴールの枠を外さないで蹴っていくと面白かったんですけどねそうですね、よくあるケースですよ、はい、平岡が最後飛び込んで後ろにトニーニョもいますね。藤本のフリーキックのリプレイをご覧いただきました。今のバウンドだとねキーパーの目の前でもう取れないと思いますよ。そうですね、はい、このイメージを藤本がもう一回どこかで生かすことがあるかっていうのはちょっと最後まで楽しみにしたいですね。今のはね、そういう、どちらも競って、はい、後ろへ抜けるということを考えて、蹴るには最適の今コンディションですよね。あ、そうですね、ファーストハーフはあと4分くらいです。得点は1対1、4分サントス、そして8分に桜井がゴールを挙げています。早い時間帯に両チームが1点ずつを取りました。でもその両チームの得点シーン、はい、そこに至るまでの戦い方で今日のゲームよ面白くなりそうだというのは感じましたね。本当にそうですね、桜井、藤本、デイビッドソン、デイビッドソン、藤本、前には3人、富田に送ります。富田からジュン・マーカス、藤本へ送ろうとしたパスです。大宮ボール、スローワーが変わります。ここは少し時間をかけました大宮です。富田がスローを入れます。富田のスローイン、藤本がもらいます。股間を抜いた、トゥット、トゥット、いや、うまくファールを誘いました。ポンテも背中に感じていたでしょう、うん、まあ、ここはもう両者時間がないですからね、はい、両チーム点を入れたいでしょうけれども、うん、まあ、このままでハーフタイムに入ってもいいかなという微妙な、ゆっくり上がってますもんね、時間です、両チームともね、はい、キーパーも時間をかけています。続きロングボールを蹴っておいてゆっくり戻ります。ただあの戻り方ちょっと心配です ね、あそこ味方に行かなくてね、そうなんですね、打たれてしまうとゴールには戻りきれないというポジションでした。富田、内立て、レッツは中盤ではこの時間はボールはつなぎません。ポンテ、トニーニョ、富田へ、うん、ポンテ積極的です。ファールです。大宮ボール、もったいないですね、はい、レアンドロに対してマリッチのファールです、まあ、手を使ったんでしょうけどね。そうでしょうね。マリッチはそんなに実は大きな選手ではないんですが、181センチ、ポストプレイヤーとしては大きくはないですね、でも今日はターゲットマンとしてのね、はい、仕事というのが結構役割の中で、ね、大きくありますね、トニーニョ、ジュン・マーカスはクロスを入れると指示を送りました。クロス、トゥット、ペナルティエリアの中ですごいデリケートな守備、あ、これ面白いと思って通れば面白かったですね。もう後ろからね、はい、富田がぴったりと来てるというね、そんな予測がポンテにあったんでしょう、今完全に振り向けるところでしたけどね。そうでしたね。クロスを出したのは永井でした。永井からトゥーディオ、すごいです。まもなくファーストハーフは45分になります。スムーズに流れてますから、そうですね、あって2分
ぐらいのもんじゃないですかね。今、フォースオフィシャルが出ましたけど、ロスタイムは1分です。スムーズですよね。はい、おっと、あ、オフサイドのフラッグが上がっています。ポンテ突っ込んできましたが、先にオフサイドというのね、自覚したんでしょうか。はい、スピード落としましたね。ロブソン・ポンテです。レバークーゼンからやってきました。ブラジル人プレイヤーです。あなたにも時間かけますね、はい、両者のマークは一致している、両者のマーク一致してます、はい、まあ、タフなゲームですから、どこかできっちり気持ちを入れ替えないと大きな怪我をするっていうのは分かってるってことなんでしょう。今ねどちらのチームにも大怪我をしないで済んだところがあるわけですよ。そうですね、だからそれが今の最後ロスタイムのこの戦い方、もうハーフタイムになった方がいいかなという、うん、そんなところに表れてますね。そうですね、サントス、ジュン・マーカスがチェックします。あ、ファーストハーフが終わりました。フリーキックでサントスが先制ゴールを挙げました。そして、桜井がゼッケン10番トゥットからのパスを受けました。千田さん、一言ファーストハーフの印象をお願いします、はい、立ち上がりからのお互いの思惑、はい、緊張感、そんなところからの得点1点ずつ上げて、はい、いいゲームだったと思います。そうですね、非常に見応えのある前半だったですね、後半もね、こういうこうなるべく中央で守る、中央で戦うというプレーを、ね、続けてみたいですね、はい、2005年の J リーグディビジョンはこの時間は埼玉ダービー、大宮アルディージャと浦和レッズのゲームをご覧いただいています。ファーストハーフを終わりました。サントスと桜井のゴール、1対1の同点です。新藤さん、雨が少し心配されていたんですが、持ってますね。持ってますし、コンディション、ピッチコンディションは非常にいいですしね。試合が始まる前に少し降ったんで、はい、かえって球が滑る、はい、早い、まあ、それを利用したフリーキックも使えますでしょうしね、それからスルーパスもどんどんと後半狙えると思いますよ、はい、そうですね、はい、うん、まあ、いい形でまずレッツがフリーキック、サントス素晴らしいフリーキックでしたね、はい、まずこれはねキックオフ直後のレッツの相手背後を狙っていこうというところから、はい、流れの中から掴んだ、フリーキックだったんですけどね、いいシュートでした、はい、でもそれに屈することなく、はい、すぐにアルディジャの方が桜井のいい動き、そしてトゥットのスルーパスと、はい、そんなところから点を取ったところ、これでねリラックスしたと思いますよ、はい、大宮アルディジャと浦和レッズ、埼玉ダービーの第2戦をご覧いただいています。両者譲らずという展開ですけれども、さあそれでは前半のハイライトシーンを集めて紹介することにしましょう。まずこれが新藤さん、サントスのフリーキックですね、はい、パーフェクトです。素晴らしい、まあ、このフリーキックを掴んだのは、レッズの選手たちの相手の背後に行こうという、はい、そんな動きとパスから生まれたものですからね、見事でしたね。そうですね、サントスの J リーグの今季初ゴールで、4分で先手を取った浦和レッズです。まあ固く守ろうと、高い位置で守ろうというアルディージャのまず起点を制するという点では非常に、うん、いい立ち上がりを見せたレッズなんですが、はい、この後のアルディージャは素晴らしかったですね。素晴らしかったですね、攻撃への速さというものもチームとして求められていたでしょうし、はい、そして何より桜井が、ね、立ち上がりから非常にいい動きをしてたんですよ。これ最終ラインの平岡からトゥットに渡って桜井ですね。そうです、はい、そしてその時に桜井のいい動き出しに対してトゥットが逃さなかった、はい、いいスルーパスを送った、結果のこのゴールですが、キーパーと1対1になってからも落ち着いてますよ、はい、この時間ですね、両アウトサイドレッズはかなりこう前がかりで、はい、右が長い、左がサントス、かなり攻めてたんですよね。そうですね、そしてそのギャップをうまくランニングでついていった桜井、こういうところもゲームを見る力、読む力、はい、こういうのがね、選手たちにあるというのは分かりますね。そうですね、まあ、非常にこの桜井をうまくこう生かそうというですね、はい、アルディジャ、右にトゥット、まあ、左に藤本を、うん、こう使いながら、またこう桜井です、今度は左の富田がサイドバックからオーバーラップしてきて、ね、シュートを桜井が狙ったというシーンです、はい、これクロスバーですけどね、はい、まあ、随所に、両チームいいサイドアタックもあったんです。それはレッツの方のアレックスと、それから右の山田と、右の永井と、はい、こういったところがすかさずクロスを入れたりするシーン、これはね、違いを感じましたね、うん、
両サイドにレッズはですね、いろいろとそのポイントを置いてたんですが、はい、途中からポンテの縦だけになってしまった、はい、これはどういったところに原因があるでしょうか。どうしてもね、ポンテを生かそうというところもあると思うんですけれども、はい、そのマリッチにボールが入った時にサポートする選手の距離感とか、うん、その時に同時性でサイドがオーバーラップを仕掛ける、はい、そんなところが今から必要なんですけど、前半ちょっとできてないところがあったんですね。CG で現地のスタッツ、紹介しているところですが、これを見てもかなり拮抗しているという、はい、ゲームだということが紹介できます。埼玉のゲームを紹介しています。ギド・ブフバルト監督にお話を伺ったらですね、はい、要するによく、ドレッシングルームの中で、主導権を取ったりとチームに必要なものを選手として与えてくれるキャプテンシーを持った人間がいるって話を聞くんで、うん、まあ、いやレッズではそういう選手は誰なんですかと聞いたんですが、うん、そういう選手は特にはいないんだと、うん、全員がそういう意識を持っていると、うん、これはまあよく取ることもできるし、もうちょっと何か考えるところがブフバルト監督あるのかなという気もするんですけどね、うん、まあ、見てますとね、そういう部分ポンテあたりは、はい、どんどんと前面に出しているような気はしますね、うん、そうですね。両チームともメンバーチェンジはありません。ファーストハーフと同じメンバーで立ち上がりました。右エンド、浦和レッズのキックオフでセカンドハーフが始まっています。浦和がまず初めのキックオフからシュートを狙おうという意欲を見せました。まあ、今途中経過が出ましてですね、はい、レッズが追いかけるチームが、今日はちょっと不覚を取ったような、はい、情報が入ったってこともあるんですね。そうですね、まあ、今はねそういうことを見ないというのも大事なことなんですよね、はい、それね、他の状況を知りすぎますとね、早く試合をいい状況で終わりたいという気持ちになるんですよ。なるほど、メンタリティというのは難しいもんですね。難しいですね。サントスを狙ったボールですが、斉藤がカットに成功しています。今日は右のサイドバックで出場した斉藤です。三浦監督の話では、まあ、非常にコンディションがいいので斉藤を使ったという、はい、斉藤から平岡、トゥット短いパスを出します。いい動き出しますね。そうですね、まあ、さすがに坪井もこの辺のインターセプト非常にうまいですけどね、はい、クロスを入れていきます。裏を取りましたがどうでしょう、追いつけるでしょうか。追いつきました。さあサントスパスを出します。ワントラップして山田内に切り込んでシュートを狙おうとしますが、ぴったりとトニーニがついているのでもう一つ外の永井を使います。永井も少しドリブルで入っていて、これはかわせないでしょう。コーナーキックを取りに行くか、うん、コーナーになりましたね、はい、今日初めてクロスを躊躇しましたね。そうですね、今のシーンはこうやってコーナーを取るのも大事ですけど、はい、先ほどの相手の、ペナルティーエリアの中、入れていくというのはね非常に重要で相手を混乱させるんですよ、はい、サントスコーナーキック。コーナーキック、キーパーパンチングです。藤本が拾います。で桜井へルーズボールをもう一回拾います。トゥーリオがまだ上がったままでセンターのポジションにいます。いやトゥーリオは本当にこういう状況では得点を狙いたい、はい、狙いたいというのがもう全面出てますよ。そうですね、はいはい、マリッチはセンターでボールをもらいませんでした。ファールがあったんじゃないかというふうにエキサイトしています。しかしこの数分間でですね、両チームがやりたいことがはっきり出た2つのシーンがありましたね、はい、1つは中央からインターセプトして藤本がまずセンターでボールを持って、ね、はい、クロスシュート、ヘディングシュート、あー惜しい。桜井、藤本です。藤本ですね、はい、完璧に裏を取ってますよ。そうですね、はい、中央の、まあ、藤本から、左右レアンドルがさっきは右、左に桜井がいたところにパスを出したという大宮、はい、でもう一方のレッズは両サイドからの攻撃がやっぱりありましたね、はい、ハーフタイムはどんな指示が出たんでしょうか。それではまず大宮アルディジアの情報から長友さんに伝えてもらいます。お願いします。はい、三浦監督のハーフタイムコメントです。まずはセカンドボールを拾うこと、そして攻守の切り替えをしっかりすること、シュートまでシンプルに行こうという3つの指示が出ています。
新藤さん、はい、セカンドボールの拾い方、言うのは簡単なんですけども、こういうゲームで拾うためにはどんな意識が必要ですか。はい、まずこれはウィニングメンタリティと同様ですけれども、はい、絶対にこのボールを、奪うという強い意志の力というのが必要なんですけれども、はい、なぜ三浦監督がこれを言うかと言いますとね、こういう拮抗したゲームでどこが勝負を分けるかと言いますと、はい、攻撃でもない守備でもない空中に浮いたボールやどちらのボールでもないところ、はい、これを制することが勝利の近道なんですよ、だからこそ強くそれを言ってるんだと思いますね。なるほど、はい、フィットが前線にパスを送りましたが、浦和もディフェンスを今固めているところです。さあ今度は浦和レッズはどんな指示を送っているでしょうか。レッズリポーターは原田さんです。お願いします。はい、ブッフバルト監督ですが、不注意な失点でリズムを失いかけたが、その後また我々のリズムで戦いチャンスを作り出せている。後半も我々のリズムで戦い得点を取りに行こうと言っています。はい、サントス、うまい裏の取り方、トラップして、あ、ディフェンダーがなんとか間に合いました。サントス良くなってますね。いいですね。この姿を待ってたんですよ。非常にやろうとすることに迷いがないです。はい、斉藤の後ろを取りました。なんとかここは奥野がもう1枚ですか。あ、平岡ですかね。よく間に合います。斉藤ですね。斉藤が入ってきましたね。はい、キーパー飛び出した。キーパー飛び出したんですが、今新たに触れなかったですね。先にシュート行きましたね。はい、ポンテのコーナーキックからです。体を投げ出していったシュートだったんですが、よくこう飛び込みましたね。すごい、はい、怖いもんですよ。そうでしょう ね、 26歳坪井圭介、彼もね、ドイツ行きのメンバーに入りたいっていう ね、 そうですね、まあ、今のシーンなどはゴールキーパーというのは自分の身を守るために膝を上げてきますからね、はい、そこへ入っていくわけですよ。そうですよね。非常に勇気のいるプレーです。はい、テッドからトニーニョ、トニーニョワンサイドカットに成功しました。山田下げるしかありません。斉藤トラップしたところをポンテが狙おうとしましたが、斉藤縦に送ります。後ろに入ることができるか、レアンドロ、レアンドロ入った。まだフィールドの中です。田中マルクス・トゥーリオのディフェンスでした。スローインでリスタートします。桜井、ポンテがマーク、さらにサントス、うまく体入れましたね。ゴールキックです。はい、コンディション良さそうですね、サントス。とにかくアレックスに関して言うと、はい、迷わず、仕事をすること、そしてその迷わないというプレーというのはね、はい、ある一定の基準が自分の中にあるわけですよ。例えば、ペナルティ、相手ペナルティエリアに近づいたら、はい、スムーズにクロスを入れるとか、そういう自分の基準を持つことが迷わない方法なんですけど、いい、誰かアドバイスもしたのかもしれませんけど、今日のアレックス非常にいいですね。まあ、前で使ってるといいなって感じですね。すごい、藤本と競りました。長い一つポスト、まだつながっています。サントス、トゥット、いいディフェンスを見せています。あ、ボールを取り返したトゥットです。このね、ファールです。運動量はポンテのファール、あの持ち味ですよね。はい、いや、このゼッケン10番同士、面白いですね。はい、このマッチアップはね、はい、後半勝負を分けるかもしれませんよ。ボールをさらうことに成功しました。長谷部、長谷部、長谷部、ラストパスを出した。ワントラップしてのシュート、キーパー触った。マリッチのシュートは新たに触りました。見応えのあるシーンでしたね。長谷部がここまで持ち込んで、マリッチシュート、新たにの前のね、はい、ポジション取りも、的確でしたよ。そうですね、はい、新たに広木、さあコーナーキックです。サントスシュート、山田が飛び込んでいってシュートです。その前にディフェンダーに当たっていたようで、コーナーキックもう1本です。サントスシュート、ドンピシャのタイミングでした。はい、田中マルクス・トゥーリオ、今シーズンの7点目です。手元の時計で8分50秒、
再び浦和レッズ勝ち越しました。いや今日のアレックスのボールの質でしたらね、はい、こんなチャンス生まれるんですけれども、いいところ入ってきましたね。そうですね、ドンピシャのタイミングでしたね。ニアサイドに一枚斉藤が入っていたんですけども、もうこれだけ自分の前を、取ってしまうと、はい、もうトニーにもどうしようもないですよね。そうですね。しかし今シーズン7ゴール目ですか。そうです。驚きますね、はい、現在このフィールドにいるレッズの選手の中で最も多くの点を取っています。右にエンドを取った浦和レッズ、白いユニフォーム、最終ラインから縦にロングボールを入れました。ポンテが触ったボールはもう一回斉藤へ、トゥット、内田とうまく絡めました。トゥットとしてみれば一言言いたいというところもあるでしょうけどね。まあちょっと熱くなってますね。はい。トゥットのファールです。フリーキック、キーパーの鈴木亮太が蹴ります。鈴木啓太から右サイド。マリッチと永井のところです。永井。奥野がカット。レッズの方が押し込み始めましたからね。そうですね。これをどうアルディージャの方をしのいで、そして早い攻撃に結びつけるか、はい、これがポイントになりますね。決して攻撃の形悪くないんでね、はい、非常に動きも、流動的にやりながら、攻略はしてるんで ね続けてほしいですけどね、はい、トゥットサントス長い右サイド一旦戻します。ポンテからサントスがこっちのサイドにいます。あ、これは苦しいパスになりました、いいアイデアですけどね、はい、トゥーリーはキーパーの続きへ。浦和レッズの2点はいずれもサントスが、関わっていて両方セットプレーということになります。奥野のキック、マイボールにはできません。一つタイミングを遅らせていました、はい、中段2列目からのパスが目立っています。そうですね。でも今のポンテのようなスルーパスというのは非常に重要でしたね、はい、マリッチが動き出しさえ早くしていればぴったり合ってますからね、そうですね。長いまだ持っています。後ろを取ります。ただ追いつけるかポンテ。ポンテ追いついた。クロス新たにキャッチしました、よく追いつきましたね。追いつきましたね、はい、ただちょっと今レッズの方が守備の方に意識が強いので、マリッチぐらいしかゴール前行ってないんですよね。そうですね、1枚だけでしたね今。これは前半の教訓なのかどうなのかそうですね、取った後すぐ取られましたからね、マリッチ、トニーニョがチェック。鈴木啓太、マリッチスイッチしてポンテ。長いからポンテです。サントスが一番遠いサイドにいますが、トゥットがこれをカットします、はい、斉藤からもう一回トゥット。トゥットからレアンドロ。レアンドロカップに成功したレッズ。今日のアルディーダの選手たち個々のパフォーマンス見てますとね、はい、レッズはこのまま2対1で逃げ切るという考えを起こしたら
危ないですよ。なるほど。非常に攻撃面で選手たちの動きはいいです、そうですね、トニーニョオフサイドありません。一番遠いサイドからセンターに入れます。判定して打てるか。もう一つパス、トゥット前は4人いる。カットに成功。長谷部下がってしまうと列やられますからね。今ちょっとバタバタしてますね、斉藤、桜井、トゥーリオ、トゥット2人がマーク。トゥーリオプッシングで最後はトゥット大の字に倒れました。田中マルクス、トゥーリオ、微妙な時間だと思いますよ。そうですね、これだけ、レッツの選手たちサイドアタッカーまでもが最終ラインに吸収されているという状況は、決していいもんじゃないですね。しかも真ん中に入っちゃってますよね、坪井、山田、もう一回坪井、ポンテが落下地点にいますが奥野が押し返します。その時間帯を逃さないで、押せ押せで、今アルディージャがね、いけるかどうかですよね。そうですね、ただ斉藤カウンターだけ気をつけておかないと、ポンテとマルチ2枚がね、2人だけが虎視眈々と、そうですね、ゴール相手ゴール前を狙ってるわけですから、セカンドハーフ15分を経過しました。セカンドハーフは浦和レッズ1点、トゥーリオのヘディングシュートが決まって勝ち越しています。トニーニョ、ここは2枚います。トゥット、ね、どうする。トゥット、斉藤に送ります。斉藤シュートでもいいところです。ここはよく危険を察知した山田。ちょっとの切り返しもなかったですね。そうですね、あれだけ相手を騙すとね、体投げ出してしまいますよ。セットプレーのチャンスです。それと見てますとね、アルディジャのレアンドロ、監督が言うようにうまいし、いいとこ入ってきますし、そうですね、もうちょっと時間が経ったらもっと良くなりそうですね、藤本のコーナーキック、押しましたけどね、どうでしょうね、今明らかにね、押したのが、見えたんですよ。そうですね、トゥットは、アピールしますよね、それはそうでしょうね。見てみましょう。坪井が押してますね、これはちょっとね、言いたくなるのは分かりますね。鈴木のキック、マリッチをマークしていたのはトニーヌで、さらに後ろに長谷部がいました。坪井右サイドに送ります。長井、奥の高いボールが続いています。これは大宮ボールです。ファール出たのは藤本、もうリスタートしています。トゥットへ、まず一旦センターの桜井へ、桜井は斉藤に預けてセンターに入っていきます。2人がマークしています。股間を抜いた、強引に今打ち立て取りに行きましたね。そうですね、大事なところですよ。これはね、レッツは3点目を取るしか手がないですね。このアルディージャの攻撃力、気力を半減させるのよね。そうですね、倉敷さん、三浦監督動きました。西村選手が今準備しています。そうですか、大宮アルディージャが動きます。今セカンドハーフ18分です。長谷部がキープしています。サイドを変えます。長井へ、長い余裕があります。長いマークは1人、富田が長い内に入りました。ちょっと前半よりは思い切りという点ではどうでしょうね。ちょっと思い切りがなくなってます、そうですね、思い切りというか判断が効かなくなってますよね。そうかもしれませんね、イエローカード。結局先ほどのクロスをスムーズに入れるか入れないかのシーンがここまで響いてるわけですよ。鈴木啓太です。
踏んづけちゃいましたね。そうですね、はい、もうここはアルディジャにとっては大事なフリーキックになりますよ、はい、鈴木啓太4枚目ですよね。Jリーグ4枚になりましたがね、サスペンションね、さてフリーキック、トゥットと藤本がいます。選手交代はどうするでしょう。このセットプレーの後みたいですね、はい、トゥットクリアです。もう一本ではコーナーキックになります。田中マルクス・トゥーリオです。西村を入れるっていうことはどうするんです。そのまま右のサイドバックを変えるみたいです ね。斉藤と西村ですね。コーナーキックセンターです。弾き返した。まだバイタルエリアの中です。トゥットシュートはクリア。コーナーキック今度は反対側のサイドからになります。しのがないといけないですね、アルディジャは。とえ、旗へと攻め立てています。すみません、列はね、しのぐしかないですね。大宮アルディジャコーナーキックはトゥットが蹴ります。流れとしたらいつ決まってもおかしくないような、本当にそうですね、そんな攻撃が続いてます、はい、さあありました、続き奥野が追っていきます。センターに高いバウンドのボール、バイスクルで、うん、まあ、これしか手がなかったかなっていう藤本。いや、今のはちょっともったいないですよ、はい、藤本ね。あの相手も必死になってラインを上げようと、はい、そんな時が一番相手が崩れやすい時なんでね。そうですね、うん、ここでメンバーチェンジがありました。15番の斉藤雅人アウト、西村拓郎が入ります。セカンドハーフ21分の交代です。西村選手も01から04までは、04の途中まで浦和レッズにいたプレイヤーでした。倉敷さん、はい、浦和レッズ、堀之内選手もベンチに呼ばれています。そうですか。堀之内を使うとすると、あの4バックにするとね、ゾーンマークという考え方でいくと、はい、これだけ動き回ってくるフォワードを相手にするには悪くないですね、うん、今は3バックのままで5バックの形を取っていると危ないですよね、なんかね、なんとかしのいでますけどね、はい、そうですね、トゥーリオなんとか押し上げたいとき、先にファールを取りました。ポンテに対するファールでリスタート、そして、山田がアウトで堀之内が入る様子です。今日は、ミッドフィールドのプレイヤーとして出場していた山田、堀之内聡が入ります。セカンドハーフ22分です。リスタートした、あ、中盤にどうですかね、今のところボランチのポジション入って、はい、3バックスの前やるんですかね、その前を、長谷部と鈴木と堀之内で厚くするのかもしれません、はい、そうですね、ただ少し、サイドアタッカー、はい、アレックスとそれから右の永井が考え方を変えないと、はい、そうですね、下がってばかりだと、はい、やられる一方ですよ。ラリッチから長谷部アレックスへ、アレックス鈴木に送ります。鈴木啓太から永井へ、スローインです。バックスタンド側からのスローインになります。スローインポンテがもらいます。ポンテからもう一回永井へ、永井ワントラップしてまたリターンパス、窮屈なところトニーニョがカットしました。もう一回長い、長いトゥーマーク、アーコはフリーになりましたが、ポンテ、まあ、こういう状況で落ち着いてますよね。そうですね、
スローに揺れます。アタケウヤがシュート、ゴール、マリッチ、前節ハットトリックのマリッチ、今日も得点を取りました。24分のゴールです。粘った甲斐がありましたね。そうですね、角度からね、はい、決めましたね、ここで永井がクロスを入れます、ね、でマリッチが落として2人マークついていたんですが、ここから角度があまりないところからシュートを打ちました、まあ、シュートをディフェンダー絶対打たせてはいけないシーンだったんですが、ここはね、平岡で見るとね、挟んでくれたことが気を抜くきっかけになったんですよね、うん、なるほどね。1対1の状況であれば、はい、今のもついてたと思うんですけど ね、 そうですね。マリッチ今シーズンの6点目、浦和レッズのリードは2点になりました。さて、倉敷さん、変わる選手がいますね、はいはい、2点ビハインドのオミアルディジャですけれども、また1枚カード切ってきます。山下選手準備しています、はい、どうやらレアンドロ選手と交代のようです。了解です。大宮ボールのリスタートですので、ここで、選手交代がありそうです。レアンドロ選手アウト、そして山下義輝選手が入ります。いい選手でしたね、はい、レアンドロ選手ね。そうですね、まあ、コンディションの問題でもあるでしょうしね。そうですね、倉敷さん、25分の交代です。はい、どうぞ。はい、山下選手はですね、はい、キープ力があるから前線でためができて攻撃の形になりやすいと監督は評価していました。なるほど。まだ大宮に来て結果が残してないだけに、山下選手も早くゴールを決めたいと話しています。はい、柏レイソルからやってきた山下義輝選手です。今シーズンここまで1ゴール。さて、新藤さん、はい、大宮がですね、ここから、まあ、少なくとも2点を取るために必要なポイントはどんなところでしょう。そうですね、きつくなったんですけれども、先ほどまで続けていた、相手を下げさせてしまう、そういった攻撃の形をどんどん続けていかないといけないと思うんですね、でもレッズの方はね、3点目を取るしかなかったんですよ、それを抑えるから。 そうですよね、そういった意味では先手を、ゲームの中で打ったのは、レッズだったと思いますし、マリッチとマリッチの個人の力、これでそこを打開したんですよね。そうですね、大宮とすると選手は変わりましたけどね、やることは一緒だと思います。そうですね、クロスを入れます。大宮少しラインが下がってしまいましたね。サントス、まあ、3点目の影響でしょうね、これがね、そうですね、ホイッスルが鳴りましたね。あ、かなり激しい接触プレーがペナルティーボックスの中でありますか、はい、これはペナルティーエリアの中でハセベが気にしているところです、はい、トニーニが起こしました。あ、ここですね、はい、西村と競っていました。ハセベ誠です。今シーズン2ゴール。倉敷さん、はい、長谷部選手なんですけれども、今入院している達也選手に代わりに僕が点を取るからと伝えたそうです。そういった気持ち今日はゲームに現れると思いますと話しています。そうでしたね、田中選手が前節怪我した時に長谷部選手がとても悔しそうな顔をしていたのが印象的だったですね。オフサイドです。長谷部選手は非常に自分の感情をコントロールすることをうまいようにピッチ上での姿を見たら思うんですけどね、はい、巧みな選手ですよね、非常に。そうですね、奥の勇気を持ってもう少しラインを上げたい大宮アルディージャです。
レッツがいいように散らしています。トニーニョ、ここからアフターのチャージがありましたね。今トニーニョが倒れていますがプレーは続いています。西村、ここもファールで止めました。マリッチ、トニーニョ起き上がりました。パスを出した後だったですね今ね。ですね、ボールは永井が持っています。よく狙ってますよ。そうですね、はい、長谷部から左サイドのサントスへ。長谷部、トニーニョ、まあ、さっきのアドバンテージを見たと思う、そういうお返しってことにイコライズしたという感じの今日奥谷さんがレフリーです。藤本、3点目が効いてますね。効いてますね。ハーフタイムに三浦監督はですね、セカンドボールを拾わなければという指示をしていたんですけれども、セカンドボールが拾えないのと同じようにですね、その集中なんて相手のプレッシャーなどによってパスが通らなくなると、はい、これもですね同じぐらいのダメージを与えます。そうですね。長谷部スルーパス、キーパー新たにキャッチしました。西村が上がっていきます。かわせるか、かわした、サントスをかわす、サントスまだチェックに行く。最後は内立がカットしました。内立がキャプテンマークを山田から引き継いでいます。トニーニョ、うまいですけどね、つぼや相手に今のような体の預け方できるんでね、はい、そうですね。最終ラインの選手たちが今 RD じゃ頑張らなきゃいけないんですよ、というのはもう最終ラインの選手たちというのは3点目を失ってからはもう前線頼みになるんで ね、 そ、 うですね、うん、そこでの、うん、我慢強さ、これが求められるところです、はい、倉敷さん、はい、今我慢という言葉出ましたけれども、多くのキャプテンが守備は我慢だと言っていたんですね。永井の右からの突破、そしてポンテから始まるマリッチのクロスに合わせるプレー、はい、これを気をつけたい、そしてセットプレーはフリーにする選手をなくしたいと話していたんですけれど、3失点残念です、ですよね、まだ2点差ですからね、まだまだですけど本当に今日いいゲームになってますしね。そうですね、ここからのアルディージャの攻撃、はい、期待してますよ。そうですね、長谷部がキープしています。堀之内、サントス、堀之内、長谷部、トラップが良ければクロスまでというところですか。そうですね、はい、長井です。長井も後半になって途中からね、多くを考え始めましたよ、ね、そうですね、難しいんですよ。シンプルにというのは確実に自分の中で判断と決断と実行という、はい、こういうキーワードが、構築されてないと、はい、シンプルなプレーにならないんですよね。そうですね、それが疲れとか、そういうところから徐々に、効かなくなるとね、はい、簡単なミスが出たりするんですね。そうですよね。今日の入場者は3万38人と発表になりました。決していいお天気じゃないんですが、いいですね、情熱があったこのスタジアムは、はい、キーパーがキャッチします。さっきね、奥野選手の話が、出ましたけども、元横浜フリューゲルス出身の選手少なくなりましたね。少なくなりましたね。僕は寂しいんですけどね、まあ、それも時が流れてますよね。そうですね、前向けさ、シュートまで受けるか、打てませんでした。山下です。有利に試合を進めているのが浦和レッズ。次の1点がアルディジャに入れば最後まで戦う気持ちを強く持てるでしょう。ここレッズが次の1点を取れば試合はおそらく決まってしまいます。ここからは本当にどっちのチームも時間との勝負でもあるんですよね、はい、そうですね。大宮もまたサイドの選手を使おうとしている様子です。倉敷さん、はい、その通りです。久永選手が今渋谷コーチの指示を受けていますね。なるほど。
ームはね勢いを出したいんですよ、そうですね、先ほどまであった相手を押し込んでおくぐらいの勢いというのをここで求めたいのでね、そうですね、奥野誠一郎、平岡へ、藤本が下がってもらってトニーニョが縦に送ります。山下を走らせますがキーパーの都築がキャッチしました。トゥーリオ、坪井へ、新藤さん、やっぱ3バックスでボランチ で、コリノチを使ってますね、はい、3バックあるいは長谷部が少しね、はい、前気味で、はい、仕事をするという形です。はい、あ、いいカットでした。西村のカットは間に合いました。すでに、フォースオフィシャルのところに、久永が準備をしています。平岡と交代する様子です。バックスを1枚大宮は削るんですかね。もう後ろを薄くしてでも行くということにやるでしょう、はい、そうですね、打てるか。藤本を残したのが精一杯。まだしかしトニーニョが拾います。トニーニョのクロス、オフサイドフラッグ上がってます ね、トゥットです。さて、右のセンターバックを外しました。セカンドハーフ35分の交代です。久永は、ミッドフィルダー、主にアウトサイドでプレーをすることが多い選手です。倉敷さん、浦和レッズ2枚目のカード切ってきます、はい、酒井選手が投入されます。交代はポンテ選手です。あ、そうですか、はい、浦和レッズも交代ですか、はい、逃げ切りに入ろうというところでしょう、はい、小さなパス、まあ、この辺りではアルビージがボールを持てるんですが、ここから先はもうレッズは守備の陣形を整えてしまっています、そして最終ラインより一つ前を厚くしてますので、ね、そうですね、なかなか簡単には突破できないんですが、はい、山下から藤本、藤本打てるか、桜井、もう一つ外を使うか、外を使います。綺麗なクロスが入るか、久永が一旦戻します。桜井へ、トニーニョ、もう一回流れです。トニーニョシュートレンジ、ワンサイドカットされました、トゥーリオがカット、シュートコースをね、トゥーリオうまく今カットしてましたね。いいプレーでしたね、あ、でもファールはもらいましたね。スローインでしょう。スローインですね、バックスタンドからのスローインです。さあここでここからの時間、はい、そうですね、ここで選手交代があります、ポンテアウトで酒井が入ります。さあ逃げ切り体勢、そうです、ね、入りましたね、はい、残りあと8分あります。セカンドハーフ37分の交代です。向こうがそういう相手がね、そういう逃げ切りに入ったっていう瞬間にゴールを入れることができればね、はい、大きく状況変わるんですけどね。そうですね、大切な時間のリスタート、クロス、シュートを打てるか、まだある、シュートはブロックされた、まだある、クリア、もう一回拾える、シュート、ブロック、つぼい、最後はつぼいです。オフサイドです。テッドのポジションオフサイド、これはね、レッズうまくしのいだと思いますよ。ね、トエ、はたえと攻め立てたんですけどね、はい、これで酒井を投入したことによる、逃げ切りの布陣をここでしっかりとみんな今コミュニケーション取ってますね、はい、この中から整えますからね。酒井智之です。2004年からレッズの一員になりました。倉敷さん、はい、今投入された酒井選手なんですけれども、ディフェンスをしっかりやってインターセプト、そして飛び出し、こういったところを今日出していきたいと言っています。なるほど、まあ、今日は役割がはっきりしてますからね、はい、アウトプレーが浸透さん増えましたね、ここはね、あの時間との戦いということを言いましたけれども、列で見ると時間がもう過ぎていってくれることを望みますし、はい、で
どうしてもこれだけ厚く中盤のスペース埋められますとね、はい、なかなかアルディジャの方も攻撃の形作らせてもらえないという、そんな状況生まれてますね。そうですね。藤本からのパス、裏はボールです。マリッチ痛そうですね。どうでしょう、大丈夫だと見ましたけどね。これはね当然、まあそうでしょうね、藤本も残りますし、時計をだったら止めてくれと、出るんだったら出してくれと、そうです、そういうはっきりと時計も止める、はい、そして、マリッチも早めに、外へ出すと、はい、これを見るとね、中で治療しなければいけないような重大な事態じゃないんですよ。そうですね、はい、時計を中で止められるのはキーパーの治療だけですからね。そういうことを、これは、そういうことをきちんと、レフェリーが状況判断してやるかやらないかで、日本のサッカーの、ピッチ上で行われていることは非常にスムーズに、そして選手たちのイライラもなく進むんですよ。そうですね、でも明らかに今のはもう状況を考えれば、大きなアクシデントか、そこで治療しなければならない状況かは分かるわけですからね、はい、そうですね、そこで、今のマリッチの感情を抑えさせることが、これがレフェリーの腕の見せ所ですよ。そうですよね、はい、だからゲームというものを、ね、どうコントロールするかっていうのは、まあ、フィールドプレイヤーではないで正確な言い方ではないですが、リスクマネジメントってことがありますね、はい、キーパーですね、主審ができるリスクマネジメントですよね、はい、そうですね、荒れさせないための工夫。そうですね、スローインを西村が入れます。トゥットマーカス、トゥットトゥーリオのカット、長谷部西村、まあ、最後ちょっと突き飛ばしたような形になったんですが、西村ちょっと押したんですけどね、はい、まあそれにしても長谷部はユーティリティないい選手ですね、はい、そうですね、まあ、ダービーなんですけど今ぐらいのファイトはね、当たり前って感じですよね。必要ですよ、ゆっくりとドリブルで上がっていくしか今、ないという、あーっと細かいファールは随分起こっています。藤本にスタートしました。トゥット、ここが50のボールをカットします。サントスがカットしました。鈴木がうまくボールを運んでもう一回そのリターンをもらえようというところですが、富田がスローインを入れます。鈴木啓太です。トニーニョ、まあ、あの背が高くてですね、はい、ポストプレーができる選手というのはお金も高いものですが、ね、アルディージャに一人いたら全然違うサッカーができそうですね。まあ、そうですね、結局それに頼ってしまうとダメなんですけれども、はい、いろんなバリエーションの中の一つとして、大事なポイントかもしれませんね、うん、そうですね。タンカーが入っていきます。どのくらいのダメージを負ってるでしょうか。長いです。釣ったんですかね。釣ったんでしょうね、はい、リードしている浦和レッズですが、青春も随分消耗している様子です。今日のような気候というのは体は動くんですけれども、はい、ある局面で、足に負担が来たりということを自覚するわけですよ。そうですね、しかし長井今笑ってましたけどね、だから恥ずかしいのもあるんですよね、担架で足がつって出ていくってのは ね、はい、ですね、長井はこのままアウトするみたいですね。うん、まあ、そこまでやってるということで両チームそういう状態を抱えている選手多いと思いますね、はい、そうですね。倉敷さん、浦和レッズ平川選手が入ります。はい、ゼッケン14番の平川忠明選手が、長井選手とそのまま交代します。まあ、時間も使おうというブフバルとかを考えると、まあ、消耗しているんだったら変えてもいいよという。さあ、この後ロスタイム表示がね、はい、3になるか4になるか、この辺で大宮は最後までね行きたいですよね。そうですね、目いっぱい大宮も次につながる点が欲しいですね。オフサイドです。
奥野、デビッドソン、桜井、もう一回デイビッドソンに戻します。浦和の選手はほとんど相手のエンドには入ってきません、うん、もう完全に逃げ切りだけ考えてますよね、はい、ラインディフェンスで守っています。桜井、面白いボールです。キーパーとディフェンスラインの中央に、送ったボールですね、はい、続きのいい判断でした。でも回転が悪いんですよね、今のはキーパーから逃げないと。そうですね、はい、ボールの回転には大きな意味がありますから ね、 そうですね、多くの場合はキーパーの鼻先を狙って、はい、ゴールに向かって回転をかけるんですけどね、うん、今のケースだと速いランニングもしてませんからね、はい、逃がしてやるという、まあ、でもサッカーというのは面白いですよ、回転の一つ一つ、それからパスの高さ、はい、パスのスピード、はい、いろんなことが意味を持つのでね、ロスタイム表示が、スタッフが確認してくれまして4分あるようですね、うん、これはアルディジェにとっては、はい、フルに生かしたい時間ですね、はい、そうですね、テッド、サントス、あ、いい流れ方しましたね、山下、はい、1人しかいません、山下どうする、山下、坪井がマーク、山下のクロス、うん、ゴールキックです。よくあそこまでは、ね、うん、行きましたけど、はい、どうしても最後この時間で点を取るためには、きちんと返さないとね。そうですね、まあ、大きなポストプレーがいないということもあるんでしょうけど、浦和レッズはもう完全なフラットなディフェンスラインで、はい、トラップかけてますね、抜けるか、長谷部、長谷部、長谷部、ラストパス、クリアです。すでに46分です。得点は1対3、アメーの浦和レッズが2点をリードしています。ゴールはサントス、トゥーリオ、マリッチです。アルディージャのゴールは桜井です。レッズにとっては一番楽しい時間なんですね。いや、苦しいですけれども、はい、非常にもう勝利濃厚で、あとは自分たちがしっかりとミスをしないで、はい、時間を過ごせば勝つという、はい、こんな楽しい時間はないんですよ。そうですね、シュート、またトゥーリを打ってきました、サントスからのクロスです。まあ、シュートで終わるから鉄則ですよね、はい、もうそろそろサッカーをやっててよかったという時間にレッズは入ってきてます、はい、うん、そうですね、ギド・ブッフバルト監督です。酒井が弾き返したボールをトニーニョが拾いました。西村へ、裏を取りました。クロス、桜井、ワントラップして藤本、トニーに落とす、クリアされました。できることはみんなやってるんですけど ね、 アルディじゃね、倉敷さん、はい、こうして残り少ない時間帯になるとやはり前の人数を増やして、そしてトニーにも上げてパワープレーで点を取りに行くことをみんな意識しているそうです。そうでしょうね。まあ、ただアルディジャにとっても後ろ髪引かれる部分があるというのはですね、その順位のことですよね、はい、プライオリティを考えると勝ち点の次に来るのが得失点差ですよね、うん、日本の場合そうですね、まあ、まだ試合は随分残ってますけどね、はい、トニーニョから桜井、簡単なポストプレー悪くないんですが、ただこれだけしっかりと人数をかけて守られるとなかなかね、なかなか、はい、あれ大丈夫でしょうか。一人レッツの選手が仰向けに倒れてます。足つったんですかね、鈴木啓太、すねのこと打ってますね。何でしょうね、すねがどうしたんでしょうね、あ、ちょっとこのリスタートは審判が認めませんでした。時計を止めたからということです。もうすでにロスタイム、4分になろうというところですが、追加のさらにロスタイムがありそうです。
鈴木啓太もよく動いてますから、浦和レッズにとっての長谷部、鈴木啓太という、はい、この2枚、はい、彼らがいることで逆にいろんなバリエーションを考えられるというぐらいのいいボランチ2枚なんですよね。本当そうですね、はい、鈴木啓太が負担下で運ばれて、ゲームはリスタートしています。前を向きます。藤本シュート、タイムアップ。最後に藤本がシュートを放ったところで、ゲームは終わりました。大宮アルディージャと浦和レッズ、ご覧いただいたように、レッズが先制、櫻井のゴールでアルディージャが一旦追いついたんですけれども、さらに、トゥーリオ、そしてマリッチのゴール、1対3という形で、この2回目の2005年度のダービーマッチ、浦和レッズが勝ちました。今シーズンはこれで1勝1敗ということになりました。はい、逆転ゴールとなる2得点目を決めましたトゥーリオ選手です。非常に気持ちのこもったゴールでしたね。最近ちょっとチームに迷惑かけてしまったんで、まあ、今日どうしても勝ちたいという気持ちが強かったです。今日はダービーマッチ、そして優勝への望みをつなぐ上でも負けられない戦いでした。振り返っていかがですか？そうですね、1戦目負けてしまったんで、まあ、今日はどうしても勝ち点差を取るっていう、まだ優勝の気持ちをまだ持ってるんで、それに向けて頑張ります。はい、この連勝の勢いを残りの6ゲームにぶつけたいところですが、今後の試合に向けて意気込みをお願いします。もう今日見てる通り、青江なのにサポーターがまたたくさん来てくれて、その人たちのためにも、ね、一試合一試合気持ちを入って戦っていきたいと思います。ありがとうございました。トゥーリオ選手でした。さて、新藤さんにこのゲームをまとめていただこうと思いますが、はい、どんな印象をお持ちになったでしょうか？両チームともにダービーらしい、はい、非常に気持ちの入った好ゲームだったと思います。はい、1対1からまた両者いろいろな戦略を用いながら戦っていったわけですけれども、2点目をレッズが奪った後、3点目、これはもうレッズ3点目を入れない限りはアルディージャの猛攻は続くという、そんな状況での3点目はね、価値はありますよね。そうですね、まあ、手元の集計だとですね、レッズのシュートが11本、アルディージャのシュートが10本、はい、まあ、コーナーキックはレッズ6対3と上回っているし、フリーキックも17対13と、まあ、やや上回っているという状況、はい、まあ、数字だけで見るとそんなに大きな差はないんですが、両者の明暗を分けたものはどんなところにあったんですか？そうですね、アルディージャの方、いい形で櫻井、マーカス、藤本、トゥット、こんなところが流動的に、はい、攻撃を前半仕掛けてたんですけれども、後半になってレッズの方がゾーンマークということでちょっと落ち着いたような感じがありましたね。そういう、我々もここで話をしてて、ゾーンマークという意識にして、あまり変に相手が入ってくるとか慌てない方がいいよというところをよくやったと思う。